朝一ってあれぐらいの温度あったの？32度ぐらいあったの？いや、ないです。30度ぐらい。30度ぐらい、うん、まあでも30はあるんだよな。なんか膨らむんだよな、この温度出すと。はい、おいで。すいません、流動食、あるか。まあいいや、いいです。ちょっとだけ流動食やろうか。流動食やっぱ作って、0.5。 ごめんね、薬飲むよ。よいしょ。はい、ちょ、噛まないで、噛まないで。よしよしよし、はいはい、手の練習しよう。大丈夫でしょ。おっと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 、もかちゃん、よし、いいよ。よし、ちょっとここに入っとって。はい、もしもし、おはようございます。はい、ですね、まあ、食べてないですね。で、そうそう、今日はやっぱしやめますわ。明日やります。明日見えますよね、夕方。はい、じゃあその時に、午前中にやってると夕方まで聞いてるから、明日、ミルタゼバンっていう薬をね、ブログ同士にやりますわ。で、今日はなしで、ちょっとしっかり補助しておきますので。はい、じゃあ明日ね、その時まだ食べてくれるといいんですけど。それとね、まあ明日じゃなくてもいいんだけど、もしこの面会来れる時にですね、あのささぎの湯がいたやつをちょっとだけ細かく、そんな細かくして、それをちょっとだけ持ってきてもらえると嬉しいですね。はい、湯がいただけで、湯がいて、そんでちょっとできれば細かくしておいてもらって、はいはいはい、じゃあそういうことで治療していきます。はい、失礼します。はい、よいしょ。膨らむね、やっぱりまだ。はい、ごめんよ、ちょっと見えなくなっちゃうからさ。はい、冷たい足が。できた、ご飯。はい、おいしょ、おいしょ、おいしょ。足冷たいよ、今日なんか。昨日、おとといより。はい、はい、ごめんね。はい、頑張りました。よいしょ。よし、じゃあインキュベーターも戻すね。28だよ、こっちだったら。
また、ね、みなちゃん。